こういう風に振ってほしいんですよ。先端に遠心力が生まれるので必ず手が返るんですよ。こうやってみなさんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。番組の始めにご案内ですけれども、オンラインサロンの方の登録、オンラインサロンの方7日間ライトプランの方が無料になっております。上達の秘訣を毎日ラジオで解説していますし、限定動画も見れますのでね、ぜひね YouTube では見れないコンテンツ、一番重要なコアな部分解説してますんで、オンラインサロンの方の参加ぜひ、参加してみてください。今無料ですからね、よろしくお願いします。期間限定です。はい、ということで今日のテーマなんですけれども、フェアウェイウッド苦手な人3つの原因っていうのね、ウッドを得意にするためにまず何をやっているからミスしているのかっていう、そのフェアウェイウッド苦手な人の理由、特徴、そこら辺を3つのポイントから解説し、そこからどういうふうに上達していくか、フェアウェイウッドが得意になっていくかっていう道筋を今日解説しますから、ウッド得意になれば90代というよりも80代でもあることができる、もう本当にすごいツールですから絶対使いたい。このウッドのポイントをちょっとお話します。でまず一つ目として言えるのは、やっぱりですね、重要なボールの位置なんですね。ここが皆さん間違ってる、ここから皆さん失敗します。ボールの位置なんですが、やはりミスする人っていうのは右寄りに置きます。はい、こっち寄りに置きたがるっていうのがとっても多いですね。なのでまずちゃんと線を引いてください。こうやってね、スティック購入してください。別にクラブでもいいんだけど、クラブだと踏んじゃったらね嫌でしょ。でそれでまずボールの位置を左に置くんですが、これ一つ重要なのがね、スタンス幅なんですよ。でスタンス幅を広げないので、広げちゃうとやっぱり横にずれる動きが強くなっちゃうから、フェアウェイウッドはね必要以上に狭くしてみてください。これポイント、ね、こんなんでいいですよ。イメージ苦手な人は、まあ、僕はもうちょっと広げますけど、このぐらいにして左に置くと、そうするともうこれの時点でかなりブレが防げます、ね、だからスタンスをまず少し狭めにしてあげて、ボールの位置を左に置くと、そうすることでまずクラブが滑る感覚っていうのにね分かります。最下点の位置の後に当たっても絶対大丈夫なんですよ。だけどこれ言うとスタンス広くした人がやるとダフルっていうんですよね、ボールに当たる前に。ダフル前に右に置いた方がほら当たるでしょとかっつって、こういう理論なんだけど、そもそもスタンス狭くすれば最下点こっちになるから、そしたらそんなに大きくスイングしなくたって打てるわけね。ちょっとやってみますけど、それでも打てちゃうわけ。まあちょっと迫力ないスイングだよね。でもいいんです、まずこれでもフェアウェイって打てればいいんですから。これでまず狭い状態でも打てるという状態を作ってあげると、はい、かなり自信つくから。だからボールの位置左ですね。そうすると滑る感覚が生まれるってこと。でこれが分かると最下点のコントロールができるから、次の要素もっとねやりたいけど難しいという技術も手に入るんです。それがインサイドから入れるっていうテクニックです。これね、じゃん、これね、ちょっと2つのクラブ持ってきました。短いのね。これの芯ってどこか分かる？父親さん分かるでしょ。この手の位置、ここだね、芯。これゴルフクラブの芯はここズレがすごいあるの分かりますね。でこれね、このクラブで打つとほとんどの人当たるの。でもゴルフクラブは手の位置の上に芯があるってことね。で構えるとこういう風になるわけ。でこういうクラブを使う場合、こういうねゴルフクラブを使う場合、特徴利用すると距離も伸びるし、フェアウェイウッドが捕まるんです。フェアウェイウッドって捕まらない人の特徴としては、どうしてもボールのね正面でこうやってここにクラブヘッドを持ってこうとするんですよ。でそうするとこういう風に、ね、捕まらないの、逆にね。なんでかというとね、こういう風に真正面からこうやって打とうとすると、どうしてもフェースっていうのは開くんです。でなんで開くかっていうと、もう一度先ほどのお話ですけどね、こっちに先に芯があるので、こ
こうやって平行に移動しようとするとこうやってクラブフェーススペースが開くんですよね。こうやってね、こういうクラブだったら開かないんですよ。だから手の中に芯があればこうやって打てるんだけど、こういうクラブは平行移動させようとすると必ずフェースが開く、先が重たいのでね。じゃあどうすればいいかっていうと、こういう風に振ってほしいんですよ。内側にクラブがある状態、そうすると、こういう風に振るので、内側から内側に振ると円運動になりますね。こうやってこういう風に、そうすると先端に遠心力が生まれるので必ず手が返るんですよ。こうやってここに芯が、こういう方向に芯、遠心力が生まれるので、こちら側が重たいから先端が重たい分だけ前に行ってくれる。なので基本的にはインサイドイン軌道にしないと捕まらないんですよ。だから内側から入れたい。だけどさっき言ったようにね、内側から入れるとダフるって人どうしたらいいか、先ほど解説しましたね。スタンス狭くする、これだけですよ。狭くすると最下点が落ちる、ヘッドが落ちてくるところがどんどんボールの方に近づきますから、飛ばしたいと思う人ほど狭くしてください。そしてインサイドから入れてみてください。ここですね、捕まります。こうやってね、だからこうしないでほしいの。こっちで内側から、そうすると遠心力でフェースが返りますよってこと。そうするとこのようにね、捕まってくるんですね。大体重要なことは終わり。これあと最後一つ言えるのはね、3つ目のポイントですけど、長さに慣れるってこと。フェアウェイと苦手な人ってね、長いクラブ使わないんですよ。皆さんね、短いアイアンばっかり練習するの、こんだけ違うんですよね。これ9番アイアンです。こんだけ違うんです。と構えてみてください。こんだけ変わるわけ。そうするとフェアウェイウッドの場合はここ、アイアンの場合はほら、これだけ違いが出るわけ。そうすると位置関係でね、自分の中でバグが始まるんですね。バグがなんか9番アイアンにフェアウェイウッドの位置を揃えようとするとバグが、発生します。だけどこの感じがなんかこう9番アイアンばっかり打ってるとそうなるので、長いクラブをちゃんと長いクラブとして使ってあげて、こうクラブの長さに合わせて少しスイングリズムを変えてあげるようなイメージ。そうするとクラブの位置とか変わってくるので、基本的に単純に長さに慣れるということで言えば、こういうウッドとかを素振りしたりボールを打つ、もうほんとこれだけでいいと思うんで、こう長さに慣れることだけ気をつけてやってみてください。まあ長さに慣れるっていうのは、とにかくボールをたくさんフェアウェイウッドたくさん打っていただくとだんだん慣れてきますんで、初めのうちはねミスしますけど、何度も打っていただければだんだん分かってくるでしょう。はい、ということで今日はフェアウェイウッド苦手な人3つの特徴ということですけども、まず一番大事なボールの位置、そして次に内側から入れる感覚、それもスタンスを狭くするとうまくいきます。そして最後に長さになれると。ここら辺を踏まえてちょっとボール打ってみますね。左面に置いてスタンスを狭くしてっていうインサイドから入れるイメージ。こんな感じでもう一球、はい、ということでですね、今日はフェアウェイと苦手な人3つの原因っていうね、してみたんでね、ぜひね当てはまる方練習してみてください。マジでですね当たるようになると、90代から80代へつながっていくと、ぜひやってみてください。ということでこのチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですね。チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あと札幌でもね私レッスンしてますから、問い合わせしてみてください。24条北広島西野でやってます。それでは今日はこのチャンネル、動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。
YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。